イソップ物語病気になった獅子ある時獅子が病気をして洞穴の中でうんうんとうなっていました多くの獣たちがぞろぞろと見舞いに来ましたがどうしたことか狐だけはやって来ません かねて狐と仲の悪い狼がこういう時にうんと狐をいじめてやろうと考えて「獅子さん百獣の王様であり我々を支配しておられるあなた様がご病気だというのにあの狐の野郎に限ってお見舞いにも来ないとはけしからんです」。 ひどい目に合わせてやろうじゃありませんか。と、しきりに皆のものをそそのかしているところへ、きつねがやってきました。なぜお前に限ってそんなに遅いのじゃへそ、れに世話ばかりかけているお前は、真っ先に来るのが当たり前じゃないか。と、獅子は怖い顔をして言いました。 いや、私も獅子王様のご病気と聞いて気が気でなかったのですが、お医者を探して病気の両方を聞いてきたものですから、つい遅くなってすみませんでした。と、狐がうまいことを言ったので、獅子はたちまち機嫌を直して、そうか、それはご苦労であった。いして、両方が、 わかったかとたずねました。はいそれがいたってやさしいことでございます。すなわち生きた狼のかわをはがしてあたたかいうちにからだをつつんでおおきになればすぐになおるということでございます。ときつねがいうと狼はおどろきあわててにげだそうとしましたが。 捕まってしまいましたそのとききつねがオオカミのほうをむいておまえさんがいまさらジタバタしてももうだめだよ。そんなにいのちがうしかったらなぜはじめにししおうさまがオオカミをにくむようなことをいったんだいときめつけました。人をのろわばあなふたつ。 「他人を悪く言う者はいつか自分もひどい目に遭います」。